皆さんこんばんは、FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘です。おい、声入ってるじゃないか、僕のが。ということでスタートしました。いきなり NG ですいません。スマホを気をつけろって言われてたのにね、はい、もう YouTuber なのにそんな、はい、間違いも犯してしまいましたけどすいません。本日はですね、先ほど発表になりましたですね、2021シーズンの日程チェックしていきたいなというふうに思います。ほやほやじゃないですか、ね、わお。だって長い今日もね、ここら辺にいるんじゃねえかなと思ったんですけど、今日一人ですね。今日もね、またお仕事かな、羽生さんはね。はい、ということで先ほど17時に発表になりました、今シーズンの日程のチェックをしていこうということでですね、先週ですね、新ユニフォーム今着てますけどね、はい、このイメージあるんですよ僕。今日これスーツで着てるっていうイメージがありましてね、まあ今シーズンもあのミッドウィークの試合もあるので、試合を練習あの仕事を終えてユニフォームをね、こうカバンに忍ばせて、はい、スタジアムに来てパッと着替えてこのスタイルになるっていうね、はい、僕はこのサラリーマンスタイルで今日は進めていきたいなというふうに思っておりますが、大丈夫でしょうか。はい、そんな話はまあ置いておいてですね、本日は一人で配信をしていきたいなというふうに思います。このレプリカのユニフォーム半袖になりますけど、これは L サイズですね。はい、これはですね、1月24日日曜日の23時59分までご注文いただくとですね、3月6日のホーム開幕戦セレッソ戦に間に合うというところで、ぜひね、味の素スタジアムでのホーム開幕戦にこのユニフォームを着て、応援していただけたらなというふうに思いますね。あのこのユニフォームは徹底解剖させてもらったのはですね、かなり好評だったようで、他クラブからもですね、あの新しい取り組みだと評価をいただきまして、はい、僕一人で、一人というかね、あのマーチャンダイジングのサポートだったりプロモーションのサポートをいただいて配信をさせていただきましたが、はい、そちらに YouTube の方に概要欄がありますので、そちらからぜひチェックをしてもらいたいなというふうに思います。はい、そうですね、早速進めたいんですけど、これ何、また今日スーパーチャットスーパーステッカーズもあると。担当いないけどやっていいんですかね。ぜひそちらの方の、はい、応援の方もよろしくお願いします。あとはですね、いいねボタンもね、ぜひモチベーションになりますので、いいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、前置き長くなりましたが、ぜひ、ここからですね、日程を一緒に見ていきたいなというふうに思いますが、行っちゃいますか。はい、ではどうぞ。はい、僕の顔隠れました。はい、あのチャットのコメントも見ながら今話を進めていますので、僕の顔はあの気にせずに、はい、声だけをお楽しみ、そしてこの日程を見てほしいなというふうに思うんですが、まあ、もうこの日程が出る前に発表ありましたね。はい、開幕戦は、アウェーで浦和レッズと対戦ということで、2月の27日土曜日になりますね。まあ、昨シーズン浦和とはホームアウェーともにダブルで、まあ、ホームの時はね、ケントを送り出してというところと、アウェーではディエゴ、長井健介、ね、健介ゴールして1-0で勝ったということで、ただですね、そのアウェーが、お、ケイさん、あざっす、アザース優勝しましょう。いや嬉しいな、ありがとうございます。まあ、そんなアウェーがですね、サポーターがね、入れなかったんですよね。ということで今年はファンサポーターの皆さんと再スタで勝利をして最高のスタートを切ると。あ、いいんですか、まあ、なんか見ながらで、はい、ぜひぜひ見ながら行きましょう。僕も見ながら、はい。そしてですね、どうした？顔出す？どこ？これいい？わかりました。せっかくいるんで、じゃあ進めていきたいと思います。はい、位置調整しました。はい、ね、画面をね、スケジュールのやつちっちゃくしてもいいですけど、はい、でもこっちの方がみんな見やすいと思いますしね。はい、じゃあ顔見ながら、はい、ありがとうございます。そしてですね、帰ってきてホーム開幕戦セレッソ大阪との試合になりますね。3月6日土曜日14時アジスタでキックオフというところで、まあ、セレッソは
監督もね変わって、そしてまあ8番象徴のね柿谷陽一郎は名古屋に移籍したりというところがありますけど、まあホームでねセレッソを迎えるということです。あと全体的なコメントも見たりしてるんですけど、徳島の試合、まあ、徳島 J2 から昇格して、2016年以来ですかね、2014年以来か、はい、徳島は J1 ということなんですけど、アウェーが続くと、アウェー、ルヴァンがアウェーの、アウェーのルヴァンが水曜日、そして、リーグ23日、6月23日ですね、水曜日アウェーということで、鳴門に行けないとね。G2 の時の徳島との試合で僕ゴールしてるんですよ。はい、今でも覚えてますけど。どちらもアウェー、水曜日ということで。はい。はい、土曜日が多いな。あとは時間が結構、まあ、ナイターだと、で夏場とか、こう、ナイターだと、まあ、19時っていうのは一緒ですけど、14時、13時もあるか。なんか、16時とかってあんまないですかね。ね、17時とかね、うん、そうです、今年はチーム多いんですよ、はい、20チームですから38試合ありますからね、はい、コメントの方でも気になる、試合だったり日程っていうのを教えていただきたいんですけど、僕がまあこの日程を見てですね、まあ、思ったのがですね、まあまずはいつもそうなんですけど3月、4月、5月非常に試合が多いということで、3月が、ルヴァン含めて7試合で、4月ルヴァン含めて7試合で、5月がですね、ルヴァン含めると8試合ですね、7試合7試合8試合と、まあ、かなりの試合数連戦にはなるんですけど、そしてですね、まあその連戦の中で一つの巧妙としてはホームが多い、はい、ホームが多いんです。アウェー、これは何連戦になるんだ ?7 月8日から、あ、4日からですね、21節からですね、1、2、3、4、5、6、7。はい。大丈夫ですね。なぜ大丈夫かというと、はい、7連戦はもうやってますから。アウェーでの8連戦やってますからね。2019シーズン、アウェー、8連戦でですね、4勝2分け2敗。素晴らしい成績でホーム帰ってきて、ホームの残りの2試合で引き分けでマリノス戦でという流れでしたけど、ただアウェーであれだけね勝った中で、今年の日程表を見るとですね、また帰ってきてホームの試合が多いというところで、アウェーでも積み重ねて、そしてホームでもということで、僕はプラス要素にしか考えてません。はい、昨シーズンは、まあ、本当に過密な日程の中で選手たち本当に一丸となって戦ってくれましたし、アウェーでの連戦も一昨年ね、そういう経験もしてるんで、一昨年、去年の経験がまさに今年発揮されるというふうに思ってますね。はい。コメントを見させてもらってますけど、何かスタッフありますか？気になるところ、はい。お茶代をいただいてくださってる。あ、本当ですか？立花さん。1000円いただいて。あ、ありがとうございます。じゃあここにいるスタッフ3人でいただきます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。今日は生き生きしてますね、なんかね。むせてますけど、今日も、はい、スタッフ2人と、僕と3人で配信ねしてますけど、はい、まあポジティブな要素でしかないですよ。はい、もうその中で今年はねシャーレを掲げるんでね、いろんな苦しい思いとか経験とか含めてそのための日程だったと言えるようなシーズンにしたいなというふうに思いますけど、他に皆さん気になっているところありますかね。9月以降はサンフレッチェ戦以外は全て関東である。ほら来た、ほらプラスですよ、はい、あ、そうですね、セレッソね、セレッソ、あのアウェーでのセレッソですけど、まあ、ホームはね開幕戦、ホーム開幕になりますけど、セレッソは実はスタジアムがね、ずっと改修してたんで、工事をしていて、あの緊張スタジアムが名前が変わって淀港桜スタジアムと、まあそこのなんかあの緊張スタジアム僕もシェアしましたけど、非常になんかアウェー感のあるというかね、サッカー専用のスタジアムでしたけど、またそこが多分規模も大きくなって、そういう部分で言うと、うん、かなり雰囲気がまた
難しい中での試合になるんじゃないかとか、まあ、そういったところも気にはなってますね。はい、おすすめのアウェースタジアム、アウェー清水ですかね。昨シーズン、はい、渋滞でですよ、渋滞で、自己渋滞で僕は遅刻したんですけど、違う海に行ってないよ、行ってないよ。でもあの試合を、終わってから、まあ、新型コロナウイルスの影響で試合が延期中断してというところで、あの試合での あの破壊力とね、もうずっとあのシーンばっかりをこう中断している時に見てましたもんね、僕らもね、多分ファンサポーターの皆さんもね、はい。はい、ということで皆さんこの日程の中で、まあ、この試合応援いけるな、アウェーの方でもそうですし、ホームでもそうですし、一緒にね、皆さんと一緒に戦って、はい、一つになって、最後のこのアジスタ、アジスタですよ、今年最終戦が、そしてアビスパと田辺聡太の前でシャレ掲げましょうよ。シャーってね。いやー、あ、今年もでも広島が、あ、そっか、今年はアウェーなんですね、最後はね、徳島、広島、そして、はい、福岡というところですね。ここ雪降りますよね。11月後半の広島。そうだ、あれ今年、あ、昨シーズンね、雪降ってボールオレンジだったもんね、はい、確かに広島の冬寒いですからね、はい、というところでこんな流れですけど、どうですか。はい、まあ、あのホームが、ホーム開幕がセレッソ、そして、今季の J リーグ開幕が浦和ということで、まあ、その試合昨シーズンどうだったかと、相手浦和とセレッソに対してどのような試合をしたかというところを見ちゃいますか。はい、ということでですね、まずは浦和の試合、ホームの試合、ゴールだけ、はい、ゴールだけで十分です。行ってみましょう。左サイドから、まあ、安倍がサポートしてレアンドロワンツーして入るみたいな場面あったんですけども、はい、大きな展開、森重から室谷からのクロス抜けてきた、どうかな、ブリエで押し込んだ、デオリベラ先制 FC 東京。はい、ということで、ホーム裏での試合をね、得点シーン見ていただきましたけど、まあ森へのねふわっというコーヒーとから村谷聖のね、あれ違う、聖子、ね、トラップ、いいトラップしたところから持ち出してクロスと、まあ、あの試合で橋本健人がね、旅立ったというところで、まあ、出ていた、まあ、村谷聖も移籍はしましたけど、まあ、そこには本当に、昨シーズン、頑張ってくれたね、お高がいたりとか、まあ、匠がいたりとか、まあ、そういったところの部分もありますし、あとはですね、そのボランチのところ、まあ、浦和レッズから、相手チームいましたね、青木選手。ちょっとカットしました？いや、今回残してる。あ、残してる？映ってた？あ、いや、これから映す。この次のか。この次のか。いやいや、でも散々、うちの、やっぱりね、選手たちから、こう、やられたりとかっていうシーンが、まあ、次のシーンではあったりするんですけど、でもそういったね、また、相手チームにいた選手が仲間になってくれるということで、まあ、裏のことをね、またコミュニケーションして聞いたりとか、またうちの力になってくるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、まあ、今のは、はい、後でありますね。はい、後で後ほど一緒に見ていきたいというふうに思います。先、じゃあセレッソの試合、得点裏見ます？アダム見ますか、はい、2点目。はい、ということで、じゃあ2点目もいってみましょう。したかな、ここですね、ここを多分しっかり見ると、はい、なるほど、青木からボールを取った、そして安田優斗、そのまま運んでいく、自分で持っていく、まだ持っていく、まだ行ってシュート、きた、自分で取って自分で完結、見事な得点です。 FC 東京、安田優斗の追加点。いや、すごいな、見ても今まさに重戦車安田ですけど、複雑な気持ちになるいやー、びっくりしたと思いますよ、青木は。ね、体ぶつかった時に、なんじゃこりゃと、はい。まあでもね、そういった部分で言うと、日々、これからチームメイトとして切磋琢磨するんで、まあ彼のね、また良さだったり、うちのスタイルを
こう積み重ねて試合でも発揮してくれるとね、力を発揮してくれるというふうに思いますね。まあ、素晴らしいゴールでしたね。まあ、こんなゴールをホームでもアウェーでも見たいと、はい、まずはアウェーになりますから、はい、今の得点シーンでもあったディエゴ、そしてアダの活躍も見たいなというふうに思います。はい、続きましてですね、8月9日に行われた、はい、セレッソ大阪戦、先にホームですね、はい、こちらはですね0対0、まあ、負けてないんですよ。浦和戦そしてセレッソ戦はどちらも昨シーズンは負けていないので、まあ、ホームの試合アウェーが0-0、アウェーが0-0、ね、ホームが2-0だ。じゃあホームの試合からいきますか。はい、ということでホームの 2-0 で勝利した試合から一緒に見ていきたいと思います。どうぞ。アダユトン、阿部が持ちます。右ディアンドロ、左ディエゴ・オリベイラ、つながった、コントロール、ディエゴだ、東京先制、流し込みました、ディエゴ・オリベイラ。東京スタイルの堅守速攻、1対0です。はい、ということでディエゴのゴール見ていただきました。まあ、ぐっと出ていく形でいうとね、シュートがこうボールを持って、左にも右にもいてっていう選択肢が多い中で、最後ディエゴが決め切ったというシーンですけど、まああいったボールを取ってカウンターじゃないですけど、こうグイグイ出ていくね、シュートが昨シーズンもいっぱい見せてくれましたけど、ああいったシーンもあり、ゴール前でのこう崩すシーンもありね、まあ見ている方とするとね、ああいった形でこう人数かけてこうゴール前に入っていくっていう、まあそういうシーンをもちろんセレッソ戦だけではなくてね、シーズン通して見たいなっていう風な印象ですね。はい、続きましてですね、9月の23日、もう一点いきますか。また来ますね。はい、ということでまた連続してこの選手が取ってくれました。どうぞ。レアンドロ、前を向いて森重、キックフェイント、おお、これレアンドロ流し込んで追加点、オフサイドなし、アダユトンです。森重ラストパス。はい、まあ、森毛がねテクニックを見せて、クロスを上げてウッチーが潰れて、アダというところで、またディエゴそしてアダですね。はい、まあ、2人のゴールで何度でもこう喜び合いたいなというところでありますけどね、素晴らしいゴールだったというふうに思います。セレッソ戦も見ますか。はい、セレッソ戦はじゃあまずは、アウェー、今のはホームだったからアウェーですね。アウェーは引き分け、はい、ということで引き分けだったんですけど、まあ、引き分けたっていう部分でいうとかなりビッグセーブをね見せてくれて、あの試合が J リーグ初出場、その前 J1 初じゃないかな、初ですよね、セレッソ戦ね、スタメン。はい、まあ、本当に素晴らしい存在を昨シーズン見せてくれたんですけど、まあ、セレッソ戦でもその姿を見せてくれました。そのシーンを見て一緒にいきたいというふうに思います。どうぞ。センターバックを釣り出します。逆サイド、坂本を追ったりやした、旗の止めた、いや、よく止めましたね、頭選手。いや、すいません、ちょっと笑っちゃいました。素晴らしいビッグセーブなんですけど、吠えた後、バモンっていうこうね、キラッという、まあどういうような入りするかなと思った中で、ね、最初結構猛攻を受けた中で冷静に対処してくれたなっていう風な、まあ、あの顔はあの試合からずっと続きましたね。はい、アジアでもそうでしたし、はい、まあ、なんか YouTube の中でネタにねなっちゃったりしてますけど、本人は全然浮き足立ってない、はい、まあ、そういう存在を示してくれたので、今年もね、まあ、ビッグセーブというかね、危ないシーンはできるだけ見たくはないですけど、でも最終ラインね、ところとゴールのところでコミュニケーションをうまく取ってもらって、まあ、秋もね一生懸命今リハビリしてますし、で阿部信もねゴールキーパーとしてはまたこう加入してくれたんで、ゴールキーパーのそのコミュニティというかね、いいこうグループを作って、はい、切磋琢磨してほしいなというふうに思います。そしてアウェーです、いきますか。はい、浦和の
はい、9月30日に行われた浦和アウェーの試合ですね、はい、1-0 健介のゴール一緒に見ていきたいなというふうに思います。どうぞ。柴戸、もうこれはアルトゥール・シルバのタックル、右から中村クロス、トーマスだよ、レアンドロ、長いのシュート、長い、2度目のチャンスは逃さず、長い健介、シュート打った瞬間の長いのポジションはオフサイドには見えなかったですけどね、はい、はい、ということで一度ねセーブされましたけど、その後しっかりと決め切って健介のゴールで勝利というところですけど、まあ、巧みにね、ここだよっていう風にここに出せよって言ってて、そこからね多分こうまた動き直してというか、まあ、自分とイメージが違う中でのこう流れだったでしょうけど、はい、しっかりとまた切り替えてゴールしてくれたというところで、まあ、健介はね、はい、しっかりとね怪我を直して帰ってきてもらいたいなというふうに思いますね。必ず健介のスピード、そして、あの笑顔とね、またしまちゃんをっていうね、はい、倒すシーンを試合後何度も見たいなというふうに思ってますね。そのためにも肩をしっかり直してほしいなというふうに思います。はい、以上ですね、開幕戦浦和、そしてホーム開幕戦セレッソ、まあ、昨シーズンの戦いゴールを見ていただきました。はい、ここからはですね、新加入の選手も、はい、まあ、紹介というか、今年は誰が入るんだと皆さんも、ご存知だと思いますけど、先ほどもね途中で名前も、出させてもらいました、まあ、長野パルセイロからですね阿部信之選手、そして浦和レッズから、青木拓也選手、そしてモンテディオ山形から渡辺龍馬選手、そして、昨シーズンね浦、湘南戦でもね出ましたけど、明治大学から蓮川壮大選手、そして FC 東京 U18 からは大森リオ選手、あとはですねレアンドロが、はい、完全移籍ということでね、ルヴァンカップ MVP、 はい、今度はね J リーグの J リーグ MVP ってあるっけ、あるよね、最後にね表彰されるよね、はい、今度は次はね J リーグの MVP をねぜひ取ってほしいなというふうに思いますけど、はい、まあ、新加入についてはですね、またあの新体制発表であったりで、オンラインの方でも配信しますし、そちらの方でぜひ意気込み等は選手からも聞いてほしいなというふうに思います。はい。レアンは、あの皆さんのスパチャが、この完全移籍のお金になりましたと。言ってた。言ってました。聞きました、今。すごい。でもね、僕びっくりしたんですよ、あの優勝報告会ね。あの僕があの兄さんとね、ルマンカップ終わった後、あの配信アフターザマッチでさせていただいて、その後選手たちがね監督も含めて社長も含めて出て、じゃんじゃんもうね応援入ってね、僕と羽生さんはすげえなーっていう思いながら、やっぱすごいなーっていうね、まあそういうあの応援でですね、あのレアンの、はい、完全移籍が決まったと皆さんのおかげでございます、ありがとうございます、素晴らしい。はい、ということでご報告をしておきます。はい。じゃあ日程の方は大丈夫ですかね。これですね、日程の方なんですけど、今出てた、はい、スクエアの、はい、スケジュールと、あとは縦長のちょうどこうスマホのサイズ感ですね。はい。このどちらかぜひね、待ち受け、はい、トップ画面に、はい、表示してもらって、あ、今日はこの試合だなとか、また次この試合とはあるなっていうようなことで、日々日常の中でも感じてもらえたらなというふうに思いますし、あの今シーズンというかね、今年はそのスケジュールが間違わないようにしっかりと対策を練っておりますので、まあ、プロモーション部、そして運営、広報、もうみんなで確認をして、はい、日程間違ってたらね違うじゃんってなっちゃいますから、はい、そこはもう万全に万全を重ねてですね、はい、あのしっかりと、はい、お届けしますので、はい、よろしくお願いいたします。というところでスケジュール、ね、試合日程のところを話をさせてもらいました。チャットの方もいろいろ、はい、いただいてますけど、はい、大丈夫ですかね、うん、あとそうですね、はい、もう一回紹介しようかな
はい、今日はですね、まあ後で、後でっていうか最初からね見てない人がすると、はい、僕がこの今日のスタイルを説明させてもらいましたけど、まあ、ミッドウィーク試合も、はい、多くあるというところで、仕事終わりにね、ぜひ、はい、このユニフォームをカバンに忍ばせて仕事を終えて、実際に来てもらって、パッと着替えてね、はい、仕事終わりに応援してもらえたらなという、こういうスタイルでいますけど、これはですね、僕が着ているのは、あのレプリカの L サイズになりますね。はい、そのあたりのサイズ感等は、あの先日お届けした、ユニフォーム徹底解剖の、はい、概要欄に、記載がありますので、そちらをぜひ、ご覧になってみてほしいというふうに思います。1月24日23時59分までに購入いただけると、ご注文いただけると、はい、3月のセレッソ戦の開幕に間に合うということで、ぜひこのユニフォームを着て、味の素スタジアムに足を運んで一緒に応援してもらいたいなというふうに思います。またですね、各種長袖とゴールキーパーのオーセンティックはですね、2月1日までに、期間限定受注商品になってますね、ぜひお早めにお申し込みください。こちらの受注商品はですね、5月中旬頃にお届けする予定でいます。よろしくお願いします。はい、そしてですね、来週1月25日月曜日、新体制発表会をですね、オンラインで実施します。ご覧いただいている FC 東京公式 YouTube チャンネルで、18時から配信予定でいますね。大金社長、そして東京ドロンパ2021シーズンのユニフォームを着た東圭吾選手、そして、阿部修斗選手、新加入選手もね、もちろん登場しますし、意気込みをね語ってくれると思うので、ぜひこちらの方もFC東京公式の YouTube チャンネルでご覧になっていただければというふうに思います。はい、僕の方からは以上になりますが、大丈夫ですか、スタッフの皆さん、言い残すことはありませんか。そうなんです、はい、忘れてました。これ僕が忘れててクラブに伝えることを、あ、そうですね、今持ってきてその間に、はい、僕のというか、はい、まあ、FC 東京のね、そのレジェンドということで、表現していただきまして本当に恐縮です。エルゴラストの方で、レジェンドという、ところでですね、過去のその エルゴラストでその特集していただいた記事だったりっていうものをこうスクラップというかね、一冊の本にして、そして最近ですけどインタビューもさせてもらって、僕の現在の思いだったり、過去の歴史をその、本とともに、ぜひ写真とともに振り返ってもらえたらなというふうに思うところでですね、クラブにちゃんと連絡が出なくて聞いてねえぞって言って発信ができなかったんで、はい、今日僕が、まあ、まだね発売してないんで持ってないんですけど、はい、こちらもう発売になってますね。はい、FC東京、これ365っていうの365、はい、まあ、こういう感じです。僕のも本当に、ね、立派なというかね、まあ、こういうような形でなんか記事になってますけど、はい、うん、ぜひ今、オフィシャルの方でも、はいはい、オンライン、はい、ショップでも、はい、買えますので、ぜひ僕の方も、そしてこちらの、はい、方もぜひお買い求めください。よろしくお願いします。はい、あ、予約もしていただいたということでありがとうございます。まあね、昨日かな健吾さんの、ね、発売になって、でその前が鈴木啓太で、その一番最初が小笠原光雄さん、だから本当になんかありがたいですね。今後多分だっていろんなレジェンドいるじゃん、マリノスね、だったらユージさんとかね、すいません、そんななんか僕が先に、はい、いやいや、もう恐縮でございます。はい、はい、ということで僕の話までさせてもらいましたけどすいません、はい、本日はですね、金曜日の、はい、このお忙しい時間に、はい、ご覧いただきありがとうございました。今シーズン本当に皆さん応援が、はい、今年もですね必要になるというところで、本当に一体感を、感じながら選手たちを、はい、サポートしてほしいなというふうに思います。いろんなところで、僕もですね、スタジアムでもそうですし、あ、まだこれは言えないんだっけ、言っていいんでしたっけ、 YouTuber、 ちょっと分かんないらしいんですね、もうね、
僕と羽生さんがどうなるかというね、あの、はい、配信の方どうなのかというところはまた改めてお伝えしたいなと。カメラを良くしてもらいたい。あ、カメラを良くする応援が欲しい。中継のカメラを良くしてもらいたい。あ、中継のね。配信チームには。あ、そうだね。今日はあの天の声って言いますけど、そこのね、改善も含めて、じゃあいいものをよりね、皆さんと一緒に共有できるように、まあそういった準備も含めてお伝えできればなというふうに思いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていってください。ということで、まずは、浦和との阿部、皆さんと一緒に勝利を分かち合いたいなというふうに思います。はい。本日はありがとうございました。